はいそれでは番書を確認してくださいここでは3つの機関について見ていきましょうまず取締役それから取締役会そして代表取締役ということになりますでこれにつきましてまずテキスト対応ページを開いていただきますとカッコ1番会社の業務執行 校と代表ということで、丸1番から丸4番まで、なぎなぎの場合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 と書かれているかなと思います。で、これにつきましては基本的には試験前ですね。 総復習の時ににしっかかりとと頭に入れれていいいいただければいいかなと思います例えば3番の「指名委員会と設置会社の場合」って書いてあるんですけれども、まあ、現在まだ指名委員会と設置会社について詳しく見ていませんのでいきなりここを読んだとしても、まあ、なかなかちょっとこう理解難しいところもあるかなというふうに思いますので、まあ、後ほどですね全体を俯瞰するという役割でここは活用していただければなと思います。 で,まずはですねですからまあここについては少し先を進めまして2番のいいいわゆる取締役というとううころにつててですねお話を進めていきましょうあもちろんですね読み進めていらっしゃる方はこれ順番に読んでいけばしっかりと頭に入るようにはなっていますので目を通していただいていればいいかなと思うんですけれども解説の方はですね「括弧2番の取締役」というところに進んでいきたいと思います。 はい、で取締役なんですけれどもまず丸一番の定義というところ赤くなってますね。ここはちょっと長いんですけれどもしっかりと押さえていただきたいと思います。取締役非設置会社の場合ですね。取締役会がない場合会社の場合というのは取締役というのは会社を代表する機関ということになります。業務執行機関ですね。はい。ただしただしですね取締役会設置会社の場合というのは 取締役会の構成員ということになります。取締役会という機関ができますので、その構成員として取締役になります。ですから取締役はその場合は機関ではないと。ちょっとわかりにくいところなんですけれども、こういう整理をしていただければと思います。で、実際にですね、じゃあどういう人が取締役になれるのかというですね、次の資格というところに進んでいきたいと思います。で、資格につきましては。 A、B、C ってあります。これ順番に行きますとまず A これはよろしいですね。自然人ということになります。よろしいですか。自然人です。ですからこれ自然人と対応なすのは法人ですけれども法人は取締役にはなれないということになります。でそれ以外にカッコ B ですね。法廷の欠格者は取締役になれない。法廷欠格者バというふうに書きました。まこれ法廷の欠格者ってどういう人たちなんですかっていうと例えばですね。 例えば金融商品取引法違反などで刑事罰を受けた人ですとか、あるいは執行猶予中の人は取締役としては認められませんよというふうに書かれています。ま結構レアなケースかなと思うんですけれども、まこのあたりもですね、法定欠格者っていうのはなれないよっていうふうになってますので、しっかりと押さえておくようにしてください。裏を返すとですね、ま法定欠格者以外の自然人であれば。 資格があるということなんですが、真にあるように定款でその資格っていうのを制限することは可能です。ただし、ただし、定款で制限をしたとしても、例えば公開会社、つまり株式が。一株でも自由にこう譲渡していくような株式を発行している会社につきましては。資格を株主に限定するということはできませんよ。株主以外は取締役になれないというふうにですね、定款で定めることはできないというふうに。 考えておいていただければと思います。譲渡制限会社につきましては、限定することは可能ですよ。まあ、これはよろしいですよね？譲渡制限会社の場合、っていうのは、まあ大体こう株主が取締役っていうケースが多いんですけれども、もまあ、やっぱり他の株主っていうのがなかなか入りにくくなっていますので、取締役についても株主に限定していって経営を安定していきましょう。というところは認められてますよと。と押さえておくようにしてください。では一体ですね。 何人ぐらい必要なのかこれにつきましてはですねすでにこのローマ数字の3番の期間の最初の機関設計のルールのところでお話ししました1人以上ということになります取締役会設置会社の場合は3人以上必要取締役会の場合は3人以上必要これ後からも出てきますけれどもここですね積み分けして抑えておいていただけるといいかなというふうに思います 任期につきましてはこれ原則として2年ということになります。ただ原則があれば例外もありということで、選任、見てくださいね。例外については A というところに書いてあります。譲渡制限会社については定款で任期を最長選任後10年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで新長できる。 この定時最長宣言後10年以内のこちらですね決算金のに関する定時株主総会以降の下りにつきましてはこれ2年の場合も一緒ですからね基本的には2年じゃあもう2年経ちましたからバスッと終わるってわけではなくて株主総会のところまではやってねっていう話になっているとまあここはだからそういうもんかなと見ておいていただきたいと思います。ポイントはどこかっていうとこかとうちらですね 2年なんですけれども譲渡制限会社の場合は10年まで延長することができますので譲渡、まあ、制限会社の場合はやはりこれもう10年まで延長しちゃうっていうケースが多いですよね毎回毎回そうやって決議していくっていうのも手間だなということで10年,10年まで延長しているっていうケースは結構多いかなというふうに思います。 で今ですねまあ取締役の中でもちらほらと出てきたんですけれども取締役会が設置された場合っていうのは取締役の役割っていうのも随分変わってくるんだなあるいは因数なんていうのも随分変わってくるんだなというところ。じゃあ取締役会っていうのののは実際にまあどのようなものなのかというのをですね続いて3番で見ておきたいと思います何といってもポイントは先ほども出てきましたけれども取締役会っていうのはここですね。 取締役会3名以上必要ここ本試験でも出題されています本試験でも出題されています取締役会を設置したい取締役何人いればいいかこれ3名以上なんですねで取締役会につきましてはかつ取締役全員で構成しますよということになりますよろしいでしょうかはい でこれ権限につきまして取締役会というのは先ほど株主総会のところでもお話ししましたように結構権限維持をされるんですね取締役会を設置した場合というのは。じゃあ具体的にどういう権限があるんですかというと、A、業務執行に関すする意思決定ですね取締役会は業務執行を決定しますよと。 いうところになります、まあ、ここはですね、まあ、業務執行について決定するんだなというところで後ほど目を通しておいていただければと思います。でその他ですね例えば B 職務執行の監督ですね監督するんですかあれ業務執行機関じゃないんですかチェックするのは監査役などの監査機関じゃないのそうなんですね。ただししこれ取締役会として チェックをしなければいけないのは誰かっていうと赤字になってますね。代表取締役等の業務の執行を監督しますよということになります。よろしいでしょうか。あちなみに今業務執行とか職務執行っていう言葉が出てきたんですけど、業務と職務の違いにつきましてはその先の方にですね図がありますね。業務と職務っていうところの違いっていうのがあります。よろしいですか。ですから。 ここについてですねざっと見ておいていただければいいかなと思います業務の方がちっちゃいんですねで、業務執行取締役が業務を執行するんですけど職務っていうのは社外取締役も入ってきます社外取締役は職務を持つけれども業務は執行しませんよということになりますはい。で、ちなみにここで社外取締役っていうキーワードが出ていますのでちょっとテキスト前後しますけれども ローマ数字の1番の会社法の概要というところこちらにですね少し戻ってみたいと思いますこれ会社法の概要のところでテキストで言いますと社外取締役の定義というのが記載されていますでこれローマ数字の1番の過去問をチェックする部分でも社外取締役についての規定というところは少し見ていったんですけれどもよろしいですかねここで見ていただきたいと思いますはいえーそうするとですね 株式会社の取締役であって次の要件のいずれにも該当するものを言うということですねいずれにも該当するものつまりアンド要件ですねちょっと読んでいきましょうまず黒ポチの1つ目よろしいですかはい、えー、自社または子会社の業務執行取締役かっこ A 代表取締役 B 取締役会の決議で業務を執行する取締役として選定されたもの。もの つまり業務執行取締役ですね、はい、それから C 自社の業務を執行したその他の取締役を言うというふうに書いてありますね。はい、かっこ閉じるもしくは執行役または支配人その他の使用人かっこ以下業務執行取締役等というではなくかつその衆議院の前10年 自社または子会社の業務執行取締役等であったことがないこと長い長いですねちょっと覚えにくいというところなんですけどまあ要はですね業務執行取締役等と今まとめちゃってますけれどもまあもうそこでそもそも業務している人っていうのは社外取締役にはなれませんよということですねプラスプラスいいですか 就任の前10年間自社または子会社の業務執行取締役等であった場合っていうのもこれはちょっとご遠慮くださいとですから過去問では15年前って話だったんですね。年年前はこれ10年間という規定からは外れますので社外取締役になっても OK ですよとこういう感じです。社外取締役っていうのはやっぱり社外っていうだけあって客観的な視点でしっかりと業務遂行をしていこうと。 こういう感じになりますので客観的な視点が持てなさそうな人っていうのはちょっとご遠慮くださいねとこういう感じになります黒ポチの2つ目その就任の前10年以内のいずれかの時において自社または子会社の取締役あるいは会計参与法人である時はその職務に行うべき社員閉じる）または監査役であったことがあるもの業務執行取締役等であったことがあるものを除く 括弧閉じにあっては、当該取締役会計参与または監査役への就任の前。10年間、自社または子会社の業務執行取締役等であったことがないことと。いうふうに書いてあります。よろしいですかね。はい。ここもちょっと長いですよね。長いんですけれども、これ前段のお話って何なんですかっていうと。自社または子会社の取締役会計参与。 または監査役であったことがあるものの場合ですねの場合当該取締役会計参与または監査役への衆議院の前10年間自社または子会社の業務執行取締役等であったことがないことということになりますので10年10年って出てきてしまって、まあ、結構ですね 実際にこう分かりにくいというところがあるんですけれどもまあここにつきましても基本的にはですねさっき言ったように客観的に見れるんですかどうなんですかっていう観点から設けられていると考えていただければと思います。黒ポチの3番目自社の親会社と自然人に限るまたは親会社等の取締役もしくは執行役もしくは支配人その他の使用人ではないことこれも一緒ですよね。 親会社の例えば取締役やってます。よっていう人が子会社の社外取締役になってしまいますと、やっぱりこれ客観性って担保できないですよねえ。それから黒ポチの4つ目ですね。自社の親会社等の子会社等、かっ自社及びその子会社を除く、かっこじの業務執行取締役等でないこと。つまり。じゃあ、親会社の取締役じゃないからオッケーなのか。いやそうじゃなくて、親会社の子会社で別の子会社だったとしても、やっぱりその子会社自身が。 親会社との関係が密なわけですからそこの取締役業務執行取締役等をやってる人っていうのはご遠慮くださいとこういう感じです。で最後ですね黒ポチの5つ目自社の取締役もしくは執行役もしくは支配人その他の重要な使用人または親会社等の配偶者または二親等内の親族ではないこと配偶者とか二親等以内の親族につきましても客観性担保できませんよねだからご遠慮くださいということになってます。 ですから、この社外取締役の規定につきましては、いずれも該当するって書いてあって、アンド要件なんですけど、そのアンドの中身っていうのがこ、これはダメ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 。この全部ダメですよっていうところに該当しない人って、こういう感じになるんですよね。まあ、そのぐらいですね。厳格に社外取締役っていうのは選んでいきましょうね。逆に言うと、恣意的なのはダメですよと、こう考えていただければというふうに思います。 はいそれではですね、えー、テキスト戻っていただきまして先ほどのですね社外取締役って出てきたページよろしいですかね、えー、こちらに戻っていただきたいと思いますはいでそうしますとまあ、今どこまで来たんですかというとここですね取締役会の権限で業務執行それから職務執行の監督代表取締役等の 業務執行を監督してくださいよということだったんですが一番大事なのは何かっていうとこれ先ほども出てきましたけれどもこちら C ですねこちら代表取締役の選定と会食これは取締役会の大きな権限ということになります。赤字になってますね 取取締締役役のの中から代表取締役っていいううを選定すするということこになりますですから代表取締役をいきなりですね全然取締役でも何でもない人から引っ張ってきてあなた今日から代表取締役になってくださいねこれはダメなんですねこれはダメということになりますよろしいですかねはい。 でじゃあ実際にですね具体的にまあそういった大取りの選定会食なんていう権限を持っている取締役会なんですけどどういうふうに招集されるんですかっていうと丸 ③ 番ですアンダーラインお願いします取締役会は常設の期間ではなくて必要に応じて開設されますよということになります原則として招集権者各取締役等が各取締役各監査役に通知して招集すると ここままでですね、ま、ずアンンダーラインを引いいいてておただきたたいいと思いますただ例えば小さな会社で取締,役会取締役3人ですよなんていう場合はですね例えば全員が同意すれば別に人数は関係ないですよ関係ないんですけどまあ小さい会社の場合だと面倒くさいですねいちいち通知してるとだからまあ全員が同意すれば招集手続きなしで開催することは可能ですよとこういう感じになります、まあ、大きな会社の場合でも全員が同意していれば OK なんですけれども ただやっぱり通知しないと知らない分かんないって離れたところで職務執行とかしてるケースがありますから、まあ、ですからまあ招集手続きが取られる場合っていうのが一般的かななんていうふうに思いますはいでじゃあ決議はどうなんですかここポイントですアンダーラインお願いしますいいですか議決に加わることができる取締役の過半数が出席しその出席取締役の過半数で決定するここまでしっかりとアンダーラインを引いてください これ先ほどの株主総会のところでも出ましたねこれ定則数です定則数議決に加わることができる取締役の過半数じゃあ株主総会の定則数を思い出していただきたいんですけど何が違うんですかっていうと株主総会の定則数っていうのは議決権だったんですねつまり議決権をの過半数だったんです普通決議の場合っていうのはところがこちら 取締役会の場合は取締役の過半数つまり頭数なんですね頭数ですから要は議決に加わることができる取締役の半分以上の人が半分じゃダメですね過半数ですから半分超の人が出席してないとダメですよとこういう感じになりますで決定要件も一緒なんですねこれ頭数なんです出席取締役の過半数なんですでこれ何を言いたいのかっていうと 取締役はは人議議決決権権というのが認められてますと1株株でしたね株主総会はだから何が言いたいかっていうと株式をたくさん持っている人は議決権たくさん行使できますよ少ない人は少なくしか行使できませんよっていう話だったんですけど取締役の場合は1人1議決権なんですねですからまあ例えば山口さん頑張ってるから山口さん10議決権岩瀬さん頑張ってないから岩瀬さん1議決権とかこういうことではないんですね。 頑張っていようが頑張ってい,ま,いまあ頑張ってない取締役どうなんだっていう話もありますけれども置いといて、えー、でだとしてもそれぞれ与えられているのは等しく一議決権ということになりますまあそれだけ結構責任が重いですよとこう考えていただければなというふうに思いますよろしいでしょうかはいですので、まあ、ここですね特に大事ですね一人一議決権で定足数っていうのが議決に加わることができる取締役の過半数 決定要件というのが出席取締役の過半数と押さえておいてください。あ、ちなみにこちら議決に加わることができる。できない人いるんですか。例えばですね、丸五番の特別取締役による。取締役会決議なんていうのがありますけれども。まあ、こういったですね。あの。あ、その前にですね。その上ですね。その上見ていただきたいんですけど。決議について、いいですか。ここもアンダーライン引いといてくださいね。今丸五番のお話しましたけど、ごめんなさい。丸五番のその上の。 今日ですね決議について特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができない端的な例が例えば取締役会で岩瀬さんをじゃあ代表取締役に選定しますかどうですかっていう決議を行う場合にじゃあ岩瀬さんも一票持っていますこれ自分に入れますって話になりますよねですからそれはちょっとおかしいんじゃないのということでその場合岩瀬さんは決議には加わることはできません まあそういった意味でですね議決に加わることができるっていう言葉がついてるんだよというふうに押さえておいていただければと思いますで、先ほどちょっと言いかけました丸 ⑤ 番の特別取締役による取締役会決議につきましても押さえておきたいと思いますちょっと読んでいきますね取締役であらかじめ3人以上の特別取締役を選定し取締役会で決定すべき事項のうち迅速な意思決定が必要と考えられる事項考えられる 重要な財産の処分それから譲り受けと多額の借財について特別取締役より議決しそれを取締役会決議とすることを認める制度ですよとこういう感じになります特にこの重要な財産の処分譲り受け例えばめちゃくちゃ大事な事業部を売りますよとかですねそういったところですよね。はい まあそういったものに関してはですねこれ後ほどローマ数字の7番の「組織の基礎的変更」というところともリンクするんですけれども大事じゃないですか大事ですからまあしっかりと取締役会決議でじっくりと話し合っていきたいんですけれども例えば借罪とかもそうなんですけど今ここで決定しないといけないとかああこれモタモタしてたらもうこれタイミング逃しちゃうとかそういうケースってあると思うんですよね。でですからそういうういケースににに迅速に意思決定できるように特別 取締役による取締役会決議という制度があるんだなというところをここで見ておいていただければと思いますはい、で取締役会については最後になりますが議事録は10年間本店に備え置くというふうに6番に書かれてますよねそこはアンダーラインを引いておいてください議事録は結構残ってきますよ10年間はとこういう感じですはい、ここまでよろしいでしょうか取締役会について見ていきました ははいそれではですね続いて代表取締役について見ていきましょう代表取締役につきましてはこれはもう先ほどから出てきているように基本的には取締役会で選定会食されますよとこういう感じなんですけれどもそもそもじゃあ定義ってどういうものなのかテキスト対応ページの丸一番の定義赤い部分を割いておきましょう対外的に会社を代表しますよというところですねはいそれから ここがちょっとわかりにくいんですけど基本的には選定会食するのは取締役会ですから取締役会の株機関というふうな位置づけになりますよとこういう形になります。どうしても日本の場合っていうのは代表取締役っていうのは創業社長だったりしてまあ、一番偉かったりするんですけれども会社法上の機関設計の 流れから見ていくと株にに該当しまますすよとこういうい感じになりますですから取締役会の指揮監督に服しますよとこういうところですでこれ因数なんですけれどもこれ1人以上って書きましたがまあ1人でも複数でもいいとまあ1人の場合が多いですよね、はい、で衆議院なんですがこれはもちろん取締役会,について会で会食をされていくってケースもあるんですけれども。 その前にですね代表取締役の前に取締役の地位を失えば自然と代表取締役の地位も失いますよこういう感じになりますですから整理をしていくと代表取締役を取締役で会で解職されたとしても取締役としての地位は残りますだけれどもいきなり株主総会で取締役解任されちゃったとしたら代表取締役ももうこれは自動的に解職されてしまうと こういうイメージでも捉えていただければなというふうに思いますで、権限につきましては代表権と業務執行というのがですね2つテキストに載ってます赤字の部分を中心に押さえておいていただければいいかなというふうに思いますはいここまでですねいかがでしたでしょうか取締役取締役会代表取締役について見てきました でポイントなんですけれどもまあ、ポイントと言いますかここでですね皆さんに押さえておいていただきたいのは次の5番の取締役の義務と責任というところですね義務と責任というところを見ておきたいと思います取締役になるっていうのはやっぱり大変なんですよね何が大変か大きな義務や責任というのが生じてきます例えば ① 番取締役の一般的な義務というところで ABCD とあります 特にここで押さえておいていただきたいのは、まあ、民法ともリンクしていきますけれども、A と B ですね。A 全館注意義務、これ民法のところでも出てきましたよね。よろしいですかね。はい、会社と取,取締役との法律関係は委任の規定が適用されるんですね。委任の規定が適用される。ですから取締役が取締役会の構成員として、または代表取締役として職務を行う際にはきちっと 善良な管理者としての注意義務、いわゆる全管注意義務、民法六百四十四条ですね、えー。これが適用されますよということになります。で、実はこれ同じこと言ってるんですけどね。忠実義務っていうのは。取締役は他の取締役の行為が。法令定款を遵守し。そして、適正かつ。あ、ごめんなさい。その上ですね。取締役は法令転換の定めと。株主総会の決議を遵守し。会社のために。 忠実にその職務を遂行する義務を負うと。で、これは会社法の三百五十五条なんですけど、基本的には同じことを言ってます。民法の規定も適用されますし、会社法の規定も適用される。まあ、ダブルで適用されますから、やっぱりかなり慎重に経営に当たらないといけないんだなっていうのは、皆さんも肌でお感じになるところかなというふうに思います。まあ、それ以外に、例えば、今ちょっと言いかけましたけど、監視義務ですとか、あるいは内部統制システム。 の構築義務なんていうのもありますのでざっと目を通しておいていただけるといいかなと思います試験対策上どちらかというと重要なのはその次のですねマ丸2番の会社と取締役との利益相反行為の規制というところですねやってはいけませんというところでこれがまず括弧 A ですね協業取引ということになります この協業取引って何ですかっていうと、赤字の部分になっていますけれども。取締役が事故、または第三者の利益のため、会社の事業の部類に属する取引を自由にできたとすると。会社の取引を奪うなど。取引先を奪うなど、会社の利害を。利益を害する恐れが大きいって書いてあります。これどういうことなんですか?。例えば、経営教育総合研究所コンサルティング会社でコンサルティング先がありますよね。 ところが役員の山口さんが代表取締役ですけれどもいやいやちょっとね自分の個人の事業を立ち上げてそっちでもコンサルティング事業やるよなんて話になるとええー、って思いますよね他の役員からするとえうちの取引先やってませんよねとかそういう感じですですからこの場合はですね、まあ、先ほど駄目ですよっていう極端に言いましたけど 厳密に言うとですね厳密に言うとその次アンダーラインを引いていただきたいと思います取締役が協業取引を行う場合にはですねその取引について重要な事実を開示して取締役会の事前の承認を得なければならないですよここアンダーライン引いておいてくださいいやちょっと事情があって個人で会社やっててでそこの取引先こことこういうコンサルティング契約結ぼうと思ってるんですよ というのはですねやっぱり言わないとダメとで証人を得なければならないと取締役会非設置会社ではどうなるかっていうとこれも株主総会の普通決議でを得ていいかなななければなりりまませんよととうことになりますもし違反した場合っていうのはこれ会社に対して損害賠償の責任を負うそれから会議の正当自由にもなりうるということになりますので協業取引いいですかね もしやるとしたらもう事前に取締役会あるいは株主総会の承認を得なければいけないんだよというところまで押さえておいいいただければと思いますこの協業取引というのがまあ言ってみたら会社と同じ類似の業務っていうのを取締役が自分のためにあるいは第三者の利益のためにやっちゃうっていうのだったのに対して次のこちら。 利益相反取引っていうのはまさに括弧の中にも書いてありますけど取締役が自分が取締役をしている会社と取引を行う場合ですねそう考えていただければと思いますそうするとアンダーラインお願いします取締役が自ら当事者としてまたは他人の代理人代表者として会社と取引する場合この場合にはですね利益を害する恐れっていうのはやっぱりありますよと これ、どういうケースが当たるのかなって言うと、例えば取締役が自分が持っている建物を会社の事務所として使ってもらう場合、自分が会社からま家賃をもらうことになるわけですね。こういう取引です。こういう取引です。で、次の赤字の部分ですね。利益相反取引をする場合には、その取引について重要な事実を開示して取締役会の事前の承認を得なければならないで、その次もアンダーラインをお願いします。 判例では会社が取締役より何らの負担のない無償贈与を受けるような取引は証言を要する取引が深まれないとされてますよということになりますこれどういうことかっていうと会社の利益を害するのかどうかっていうところですよねですから自分の建物を貸して家賃を会社から得ている場合にですね例えばいやそこからちょっと家賃を下げますよ といいいった場合ははこれ会社のの利益っていうのは害さなわわけけでですね経費が下が下るわけですからだからこれは利益相反取引には該当しないんだけれどもそうじゃなくて例えば家賃ちょっと上げますよっていった場合はこれ会社側としてはコストが上がる可能性がありますねさらにその家賃っていうのが例えば一般相場なんかよりも大きいですよ高いですよなんていうことになるとおかしなことになりますね会社側としてはえこれって利益害されてるんじゃないのそういう場合はですね当然利益相反取引になりますよと。 こうう考えていいいいいただけるとといいかなというふうに思いますでこの利益相反取引をした取締役はこれはですね遅滞なく、まあ、先ほどお話ししたように事前に取締役会の証言を得なければいけないんですけれどもそれで終わりではなくて実際に取引した後もですね遅滞なくその取引につき重要な事実を取締役会に報告しないといけないんですね結局こうなりましたこういう形になりましたと。はい もしこれに違反した場合は解任の正当な自由になりますよということになりますのでしっかりと押さえておいてください最後になりますが取締役の報酬とここはですね上から1234行目ですね最後の方アンダーライン引いてくださいもうやりましたね実際定款または株主総会の手続きで定めなければならないというところどこでやったかというと株主総会の説明のところで 取締役会設置会社の場合っていうのは基本事項だけを決定します株主総会でじゃあその基本事項って何ですか旋回で基礎的利益取りこぼすすその取りの取取部分ですね取締役の報酬等っていうのは株主総会取締役会がいくらあったとしても株主総会で決めていく事項でしたので、まあ、定款でもいいんですけどね定款で定めてもいいんですけど定款で定めると定款変更するのにやっぱりまた株主総会の決議が必要ですから。 まあこれは株主総会の決議で定めていくケースが多いかななんていうふうに思います。はいここまでですね代表取締役あ失礼取締役取締役代表取締役について見てきました。まあまさにですね業務執行機関の中でも中心メンバーについてお話を進めてきたんですけど皆さん思い出してみてくださいねこのローマ数字の三番の機関設計のところで図を書きましたよね。うん 取締役会設置会社の例なんていう感じでそうすると業務執行機関でスケットがいたと思いますその機関って何だったでしょうか会計参業という機関ですねですので次は同じ業務執行機関というつながりでスケットの会計参業について番書を切り替えて見ていきたいと思います 会計産業につきましてはテキストでもそれほどボリュームが大きくありませんのでポイントを押さえていきたいというふうに思いますでまずですね定義についてはですねこちら見てください先ほど会計産業っていうのは取締役の助っ人ですよってお話をしたんですけどじゃあ具体的にどういうところを助けるんですかというのが赤字の部分になっています取締役と共同して計算書類等を作成しますというところですね でこの計算書類等って何ですかっていうと、まあ、例えば損益計算書とか貸借対照表などが入ってくるんですけれども実際にはですねローマ数字の4番のところで計算という領域があってそこで詳しく説明をしていきますので是非、まあ、そことひもづけながらですね復習をしていただきたいと思いますすここででではまあ計算書類等を作るのねと押さえていただければ結構ですで任意設置です。 設置しても設置しなくてもいいですよとこういう形になりますでポイントは資格ですねここはですね本試験でも狙われやすいポイントかなというふうに思います取締役が自然人だったのに対して会計産業につきましては厳密に資格が決まっていますアンダーラインお願いします会計産業は公認会計士監査法人税理士税理士法人でなければならないということになりますよろしいでしょうか でその次ですね法廷の結核者は会計参与または職務を行うべき社員にはなれないとこう考えてくださいそして最後ですね株式会社またはその子会社の取締役執行役監査役それから会計監査員支配人その他の使用人との兼任はできませんよということになりますここまででよろしいでしいょうか残念ながら中小企業診断士は入っていないんですけれどもやはり この計算書類等という専門的なものを作る。助っ人なわけですから、それなりのスキルを持ってないとダメだよね。そのスキルを持ってそうな資格っていうのが、まあこの4つ会計公認会計士監査法人税理士税理士法人まあここは法人っていうことですので、まあ厳密に言うと。まあ2カテゴリーっていう感じですかね？まあそういった計算のエキスパート。 じゃないとこの会計算用にはなれませんよというところはですねしっかりと押さえておくようにしてくださいはいでじゃあどういう風な専任のされ方をするのかあるいは任期ってどうなのかというところなんですけどまず因数については特に規制はありません任期につきましてはここですね取締役と同じここよろしいですよね取締役の助っ人なわけですから取締役と同じと考えていただければ結構です じゃあ実際にどういう権限を持つんですかどういう義務を持つんですかというところをですね押さえておきたいと思いますテキスト対応ページの括弧4番の権限というところを見てくださいでまずですねこれまあ権限というかそのために設置されてますので丸1番計算書類等の作成ですねえこれでちょっと等が抜けてますのでこちら等と入れておくようにしてください 計算書類等の作成とということになります。でそのためにはですね丸2番あそのためにはではないですね計算書類等のほかにこちら会計産与報告ありますね2番ですねね番でこれ法務省令で定めるところにより会計参与報告を作成しないといけませんよということになっています。 ですから大きくこの計算書類等と会計採用報告というところを作成していくんですけれども、そのためには丸三番ですね、会計帳簿閲覧等ということになります。会帳会計帳簿閲覧等という権限を持つ必要があります。これは当たり前ですよね。いつでも会社の帳簿を閲覧することができれできなければ計算書類等というのは作れませんので、こういった権限が与えられています。 で会社のの書類だけででいいのかっていかとそううそじゃないんですよね。例えばその子会社にですね場合によっては、まあ、今なかなかそういうのも難しくはなってきてますけれどもそれでもあまり良くない資産については子会社に押しつけているなんていうケースもあると思いますので、まあ、そこはもう公平にしっかりと見ていくために丸4番「子会社調査権」というのもですね与えられていると考えてください。よろしいでしょうか 板書を見ていただくとその下に「作法悦子」っていうふうに書かれてるんですね、まあ、人の名前かななんていうところだと思うんですけど、まあ、ここはちょっと語呂合わせもし参考になればですね何か思い出すきっかけになるんであればこういう語呂合わせがありますよというところで作法悦子さんですね作法悦子さんと義務を権利をですね押さえていただければと思います。 一方でじゃあ義務の方はどうなのかこれは赤くなっている部分をしっかりと押さえていただければと思います。ホワイトボードの方にも同じ内容が書かれています。取締役の不正行為の報告ですね。取締役が不正をしていたらそれはスケットといえどもきちっと報告をしなければいけない。それから一定の場合取締役会への出席が求められます。そして株主総会への出席そして意見陳述というのが求められます。 最後になりますが計算書類等の備え置きそれから閲覧というのもですね会計与の義務になるとと考えていいただければと思います。まあ、これ同じように語呂合わせなんですけれども「ふ」「とり」「か」「け」ということでですね、まあ、これ実際にいる人物でしたら怒られる。 まあセクハラになっちゃう可能性もありますけれども、まあ、あの架空の人物なのでお許しをいただいて「作法悦子さん太りかけ」っていうふうに語呂、ね、合わせで押さえていただくと、まあ、会計参用につきましてはこの「義務」と「権利あ」順番で言うとですね「権限」と「義務」でしたね「権限」と「義務」えー、これについてですね押さえやすいかなというふうに思います。 まあ何よりもですねやっぱりこの四角のところはかなり特徴的になりますのでしっかりと会計参与と結びつけて押さえておくようにしてください。はいそれではですね番を切り替えましてて続いて監査機関の方に入っていきますで監査機関のメインというと監査役監査役会ということになりますので板書を切り替えて見ていきたいと思います。